じゃないの。関連チャンネルのアイクリユーです。今回は韓国で一番高いジャージャー麺を食べにアクジョンに行ってきたいと思います。お店のムタンはアクジョン駅の2番出口を出たところにあります。アクジョンというエリアを簡単にご紹介すると、東京でいう南区の中の南青山のようなエリアですね。おしゃれなアートギャラリーやカフェなどが並びます。カンナムエリアになるので高級住宅街が並んだり、芸能人が実際に住んでいるようなエリアになります。アクジョンにはアクジョン駅とアクジョンロデオ駅があるのですが、今回ご紹介するのはアクジョン駅の方が近いですね。ソウル旅行でミョンドン以外のエリアも行ってみたいなという方におすすめのエリアです。チャンネル登録よろしくね。アクジョン駅からムタンまでの行き道をお伝えします。カロスキルも近いこちらアクジョンのエリアでは、高級車がずらっと並ぶ高級住宅街ですね。駅からお店に向かっているだけなんですが、ミニクーパーやベンツ、ポルシェなどがずらっと続きます。韓国人は本当にベンツが大好きで、販売量自体もドイツの本拠地よりも韓国人の方が買っているというぐらいの数値なんです。なので韓国旅行中にベンツを見ていてもそんなに珍しいことではないのですが、ポルシェやミニクーパーなど別の高級車をずらっと見ることができるのは、本当に高級住宅街に来たなということを感じさせられます。そんなアクジョンエリアの中で食べれる庶民の料理ジャージャー麺が高級料理として食べることができるので、今回行ってみたいと思います。今回ムタンには平日のオープン時間に合わせて入ったので、並ぶことなくスッと入ることができました。韓国著名人にも人気な中華料理屋さんだったので、テレビの番組でもよく取り上げられていますね。メニューが25分以内に来なかったらサービスでなんかプレゼントあるのそのメニューはサービスで来ます。やつとか王将持ち帰り、たっかんとかおかわり、おかわりとか、なんかこういうセットとかもある。人気ある、これにしていこう。5ピース3ピースだよ。パソキアニメ8개야。めっちゃ人気ある、これいろんなあんねんな。マカロンメンボシャ、マカロンメンボシャ、이거 TV 나온거。これ、これテレビで、見てて。これ部長が、今回の韓国旅行中、ミョンドンでマッサージを受けていたのですが、店員さんと喋っている中でアクジョンのムタンに食べに行ったよという話をすると、マッサージのお姉さんもアクジョンでご飯を食べるならムタンがおすすめだよねという話をしていました。今回たまたま平日の昼間に行ったので空いていたのですが、平日の夕方や土日になるとやっぱり混んでいるみたいですね。こちらのお店の看板メニューはステーキトリュフジャージャー麺ですね。数を大事にチェックしないと、なんかこう3個注文したのに5つ出るから、あれこの数は確認した方がいいね。煮干し、煮干し、ちょっと不思議な味、マカロン麺ボシ、엄청커서、이게트러플、잘라서먹어야되는거야。소리가사크사크사크시대めっちゃこう美味しそうでき、って一体にあエビ湯気が出てる、湯気が出てる먹어봐。美味しい。あとはサクサク、中はエビ、
ハニ味噌みたい。麺ぼしゃというものは食パンにエビのすり身を挟んだものを揚げた料理になります。一般的な麺ぼしゃの3倍ぐらいの分厚さですかね。エビのすり身をたっぷり使っているので太っちょマカロンのトゥンカロンのような形をしているのでマカロン麺ぼしゃという名前になっていますね。本当に赤ちゃんの拳ぐらいの大きいサイズになっています。エビの食感も残っていながらもしっとりプリプリの味を感じることができるのでエビ好きにはたまらない一品になっています。これはチャンニャンマヨセス。チャンニャンマヨ、うん、これはチリ。めちゃくちゃ肉厚で美味しい。これ全部トリュフ上になってる、うん、これくるん、こうやって食べて追い出して、これ卵、うん、これをして食べてもいいです。完食。これちょっとこれ次にご紹介するのはこのお店のシグニチャーメニューですね。ステーキトリュフジャージャー麺です。牛肉のステーキは柔らかく食べやすいです。これが韓国で一番高いジャージャー麺。結構多いな。ジャージャー麺自体は1人前ですが2人でシェアしても十分なぐらいボリュームがありました。サラダ。うわ、이거그린요거트같아。그린요거트같아진짜일단갈비빨간갈비次にご紹介したいのはエビ好きのオンマが注文したティットセウとグリークヨーグルトのメニューです。ヨーグルト맛있다。ネギキムチもさっぱりして美味しい。サラダいいな。揚げ物とヨーグルトの組み合わせって珍しいんですが結構合いますね。中国の店じゃなくて、中華料理じゃなくて、なんかフュージョンの高級レストランみたいな。確かに、中華料理の感じじゃないよな。これトリュフの匂いめっちゃいい匂い。なんか甘くて。1個だけでも十分ボリュームがすごい。トリュフがたくさん乗っていましたがトリュフ自体の味よりもトリュフオイルの香りがもっと風味を足してくれるような気がしました。ジャージャー麺の麺も普通の一般的なジャージャー麺は小麦粉の味が結構しっかりしたりとかするんですが、こちらは本当にもっちりしていて本格的なジャージャー麺の麺だなと思います。じゃがいもも大きめやな。めっちゃ甘いと美味しい。キャンプで肉でさ、キムチ必要かも。肉がこんなでかいのに柔らかい。韓国お肉が韓国で제대로된면이네。本当に麺が違う。やっぱり韓国はな。トリュフオイルの味が濃厚で美味しい。これ混ぜてくるから味がしっかり馴染んでるな。お菓子の歴史で出てる。お酒、お酒、中国のな。チャンネル登録よろしくね。
今回は韓国で一番高いジャージャー麺を食べに行ってみました。記念日や家族や友達おもてなしをしてあげたい時に行きたいお店です。アックジョンエリアで美味しいものを食べてみたいなという方におすすめのお店です。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてアラームをつけるとライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行や釜山旅行など動画まとめで見ると分かりやすいのでぜひチェックしてみてください。ヤフーニュースも書いています。ヤフーニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイクラユーのメンバーになると過去のライブを見ることができたり Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイクレユーから YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は iPurpleU メンバー登録の上 Instagram の DM をお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバーイ。